クライストチャーチ大聖堂。ダブリンのクライストチャーチ大聖堂。クリストチャーチカセイドラル。聖三味一体大聖堂。一般的には、クライストチャーチとして知られ、ダブリン及びグレンダーロッフ連合主教区大聖堂。そして、ダブリン及びキャセル連合大主教管区の大主教座聖堂。つまり、南部大教区の大主教座聖堂は、キリスト教の大聖堂である。ダブリンに二つある。 中世の大聖堂のうちの古い方で、もう一方は、聖パトリック大聖堂である。正式には、アイルランド国教会とローマカトリック双方の主教座、主教座ということになっていたが、カトリックは、宗教改革以降は、この大聖堂に、主教座を置くことができなくなっており、実際のダブリン大主教座は別のところ、ダブリンのマールボロ通りにある、聖マリア臨時主教座聖堂を、 臨時司教座制度に置かれている。そのため宗教改革以降は、アイルランド国教会のダブリン大司教座のみが置かれ、カトリックの司教座は締め出された形となっている。クライストチャーチ大制度は、中世のダブリンにおける初期の中心地、ウッドクウェイの隣、ゲームストリート、名前は我らが、マリア様、アワーレディを表すノルマンフレンチから取られているの、終わりに位置している。 しかしながら二重車道を建設する計画でかつて大聖堂を囲むようにあった中世からの通りの形は変わり、さらにもともとの迷路のように入り組んだ小さな建物と通りの中心あるという構造は古い居住地域の取り壊しと道路建設とによって失われた。その結果、大聖堂は中世の構造から移り変わった鳩場に沿って存在する新しいオフィス街の影に隠れ、 孤立しているような状態となっている。なお、クライストチャーチは三つある、大聖堂と臨時主教座聖堂のうち唯一、リフィー側から、はっきりと見える。最初の大聖堂は1038年に当時ダブリンを治めていた、デンマーク系バイキングの王であるシトリック、シルケンベアード、もしくは、ドナーと呼ばれる人物のために建造したことに遡る。その当時のダブリン主教区は周りを巨大な、 グレンダーロフ保守教区に囲まれる小さな市教区であり、カンタベリーに依存している状態であった。教会は、ウッドクウェイのバイキング入植地を見渡す高地に建てられ、シトリックは、それの維持管理のために、バルドイル、ポートレーンの土地を与えた。当時四つの古いケルト系キリスト教の教会が、ダブリン周辺に存在していたと考えられ、聖マルティノスに捧げられた一つだけは、 バイキング居留地の壁の内側に位置しており、そのためクライストチャーチは居留地内に二つだけある教会の一つであった。ダブリン司教はもともと修道院外の聖職者から選ばれていたが、次の司教はベネディクト会修道士から選ばれ、その後1163年、クライストチャーチは後の聖人であり二代目のダブリン大司教で、ア・ロレンソ・トゥールに変わった。教会は、 その後、宗教改革まで、セアウグスチの修道会としてその、修道委員長によって引きられた。修道委員長は、教区の聖職者の序列の任意に位置づけられ、1541年に、宗教改革に基づく、構造改革が行われるで主席司祭、ディーン、大聖堂の長ではなかった。百七十一年、ヘンリー二世は大聖堂のクリスマス礼拝に出席し、その年から後、 リチャード・ドクレア、ストロング・ボーやその他のアングロ・ノルマン系の大物は、クワイや、聖火堆積、内陣通路及び、翼廊、地下室、そして聖土マンドの各チャペルの建設で構成される、クライスト・チャーチの全面的な建て替えのようを苦面した。そして、聖路連想トゥールのチャペルは1200年代に追加され、現存する多くの新郎は1230年代に作られた。 1300年、ダブリン大主教、フェリングスは二つの大聖堂を統合するための協定を取り決めた。これは、双方とも主教座聖堂として認められている二つの大聖堂が分有する形となった権限を順応させるための対策であった。詳しくは二つの大聖堂問題を参照。1358年まで大聖堂の新郎は、 ある程度世俗の目的に使われており、また、ロングクワイヤーと呼ばれる部分が追加され、以前のクワイヤー部分からすると10メートルほど広くなった。1487年に大聖堂はヘンリー7世を廃位するために担ぎ出され、それに失敗した少年であるランバート・シムネルのイングランド王エドワード6世としての体冠式に使われた。1493年には、 クワイア学校が設立された。1539年、イングランド王ヘンリー・パッセイは、クライスト・チャーチを、修道部員から、主席司祭と大聖堂参事会からなる、大聖堂に変え、またクライスト・チャーチが、王による新しい構造、アングリカニズムを、はっきり支持することを確実にするために行動した。エドワード6世は1547年、 大聖堂の人員増強のための資本と国王の年次資産をクワイア学校のために供給した。また、エドワード6世の地位世では、聖パトリック大聖堂は公式に抑圧され、1547年4月25日、それらの銀、宝石や装飾品はクライストチャーチに移されその主席司祭と聖堂参事会のものとなった。この出来事は、 メアリー一世一世五2558年4月27日付で発行された公文によって終わりを告げた。公文書は主席司祭のトマス・レベロスと聖パトリック大聖堂の聖堂参事会の間で交わされ、クライストチャーチ大聖堂に属する道具、家財、楽器、その他、及びクライストチャーチの主席司祭及び聖堂参事総会の所有しているものの、 聖パトリックへの譲ともしくは受領という内容で構成されていた。メアリー一世、そして後のジェームズ一世もまたクライストチャーチへの寄進を増やした。その一方で1551年には礼拝が従来のラテン語に代わって英語によって行われ、さらに1560年には聖書が同じくラテン語から英語で読まれた。いずれもアイルランドで初めてのことである。 新郎の基礎は、低炭層の上に建てられていたため1562年に滑ってしまい、南側の壁とアーチ構造の石屋根、北側の壁側。壁は現在では明らかに傾いた状態で建っている。大部分は1230年に作られたものは、倒壊してしまった。一部の修理は行われたものの、多くの瓦礫と化した部分は、さらちのままであり。 新しい湯海田は1871年まで再建されなかった。17世紀にはクライストチャーチのそばの建物で議会と法廷が共に開かれた。ジェームズ二世はその場所での議会開設を統括した。しかしながら、その後議会と法廷は共に別の場所、法廷は方向津に新しく建てられ、議会は現、カレチグリーンにあるチチェスターハウスに移転した。 大聖堂は、幾分かの工事は1829年から1831年の間に取り行われたものの、19世紀の大部分において、聖パトリック大聖堂と同じく悲惨な管理状態であった。ダブリン、マウントアンビルのウイスキー製造業者、ヘンリー・イローの講演の下、大聖堂は、ビクトリア朝時代に広く修復が行われた。彼はまた、 聖マイケル協会の意向を流用して大聖堂に隣接する会議場を建て総会を主催し、さらにダブリン、グレンダーロフホ、そしてキルデアからなる主教区会議を主催した。ローはこれらに当時の23万ポンド以上を出資していた。これは2006年期のユーロ換算で2600万ユーロ、その年の日本円に換算すると36億5000万円以上である。 特に1980年から1982年の間にさらなる改装が行われた。クライストチャーチは連合主教区における信仰の中心であり、市民奉仕のような重要な年中行事を開く。また、アイルランド国教会の南部大教区における大聖堂として、司祭の任命及び主教たちの性別のホストとしても機能している。ビクトリアにおける 大規模改修により深刻に傷んでいた構造物は崩壊から保護されたが一方内装について本当に中世由来であるものとビクトリア朝の修復で作られたものとに分ける子は難しい状態にある外部から撮られた写真はビクトリア朝に行われた再建の劇的な効果を表しているそれにもかかわらずクライストチャーチは中世の移行と後の境界建設の素晴らしい 標本あり続けている。大聖堂には有名なストロングボウの墓があることで知られている。彼は中世のノルマンウェルシュ、ウェールズに入植したノルマン人の貴族でレインスター王ダーマットマクモラー、に壊れてアイルランドに来た軍事的指導者であった。ストロングボウの到着こそアイルランドに対するイングランドの関与が始まった。その時であ、今日でも振動にある この墓は実際のところは本物のストロング棒の墓ではないと一般的にはみなされている。本当の墓は数世紀前に破壊されており中世のものとされていない現在の墓は本物の墓が破壊された後すぐにドロヘダの境界から移されたとされそれがストロング棒の墓があった場所に置かれ本物であるとされた。中世において制約は ストロングボウの墓の前で行われており、この出来事はクライストチャーチの公式資料ではっきりと言及されている。ストロングボウの墓の周りには小さな墓がもう一つあり、女ジ児ジのものであると考えられている。クワイヤの近くの壁にあるのは猫とネズミとして有名なミイラで共にオルガンの裏で引っかかって大聖堂の非常に乾いた空気で、 ミーラ化され保存されていたのが見つかったものである。クライストチャーチはブリテン島とアイルランド島の中で最も大きな大聖堂の地下聖堂、全長63.4メートルを持ち、これは1172年から73年の間に作られたとされる。また2000年代の初めに改装が行われ、観光客に新しく解放された。地下聖堂は色々いろいろな遺物や、 歴史的な物品を収容している。それは、以下のようなもの。祭壇の裏側にあるのが、三次会室である。大聖堂のオフィスがあり、会議室やその他の施設がある。大聖堂の生誕は完全な石橋で、教会会議場の前に至る。会議場は、もともとは別の教会、聖マイケル教会があった場所に建てられている。現在では、ダブリニアとして知られる。 古いダブリンの都市と風俗を再現した展示場となっている。ダブリン主教区において、クライストチャーチと聖パトリックが、双方とも大聖堂の状態、つまり一つの教区に二つの大聖堂という状態であるということは、歴史的に見ても稀なことであった。時代を遡ると立場について、かなりの対立があったが、二つの住み分けは、構成法、ラテン語、 パッセスコンピッショウ、法的には1870年まで有効という1300年に取り決められた6つの協定によって一応の解決を見た。協定の内容は以下の通り。今日に至るまでカトリックのダブリン大司教の司教座はあくまでもクライストチャーチであり、聖マリア教会は臨時司教座制度とみなされているが、これは教皇庁がクライストチャーチを正当なトリックの 大司教座であるとみなしているという事実があるためである。主席司祭と、聖堂参事会は、ダブリン大司教の合意と共に大聖堂を、統括している。最初、主席司祭は、最初聖堂参事会と同等であったが、日に日に権限を得た、これらは、他の部分の特別な役割に限られてはいる。主席司祭と、聖堂参事会双方は、小教区の教区牧師として、 似たような位置にある。聖堂三次会は、主席司祭と戦勝者。この人物は、音楽技術に長けていなければならない。少書、会計、ダブリン及び、グレンダーロッ保守教区の各副主教、そして十二人のカノン。八人は、ダブリン主教区から、あとの四人は、グレンダーロッ保守教区から、選出からなる、カノンから任命される、最上位三人は、それれ聖マイケル教会。 ミ密ちゃん協会、生存協会の革命予算事会員である。主席司祭とその前身である、修道委員長について詳しくは、クライストチャーチ大聖堂主席司祭も参照主席司祭は、ダブリン大主教によって任命され、また1971年に始まった協定により、クライストチャーチ大聖堂小教区連合の協会を持つ司祭でもある。小教区の日々の管理は、 官職任命委員会の特別会議によって選ばれた教区司祭の手で行われている。主席司祭は副官を任命することができ、さらに大聖堂の会堂番を任命することもできる。そして、主席司祭と聖堂参事会は共に先勝者を任命し、一方聖堂参事会の他のメンバーは大主教によって任命される。大聖堂委員会は、歴史的には、 聖堂参事会の聖職者のみで運営されており、1872年から大聖堂は9人の聖職者メンバー、主席司祭、戦勝者、2人の教区司祭、クレリックル・ビカーズ、他5人の聖職者で構成される委員会によって運営されており、9人は3年ごとに年次イースター教区委員会で選ばれている。大聖堂委員会は大聖堂の大主教、もしくは 主席司祭と制度参事会、もしくは主席司祭による任命以外の役員の任命及び解任を行ったり、給与管理や財産管理の権限を持つ。委員会は小教区の特別教区委員と似たような位置づけにある。大聖堂委員会は小委員会を持っていて、2007年中期では以下のような内容が連なっている。主席司祭の教区司祭、ディーン。 S.B. カー、および、聖堂参事会の初期クラーク・オブ・ザ・チャプター、大聖堂教区軍の教区司祭、および、副司祭補助および学生長がある。また普通は名誉教区司祭もある。クライスト・チャーチは、長い音楽の歴史を持っており、大聖堂聖歌隊と女性聖歌隊がよく知られている。戦勝者と共に、学隊の仕事に関わっている人たちは、 オルガニストと指揮者に引きられて、すべての副オルガニストとオルガンスカラーと、ミュージックライブラリアン、どちらも、楽譜管理などが仕事も、同じように働いている。2007年には、ミュージックデベロップメントオフィサーもこれに加わった。クライストチャーチは少なくとも一つの金が1038年から、あると考えられている。1440年には三つの大きな鐘が、等に吊り下げられていたが、 1603年に近くの鳩場で起きた火薬爆発事故で塔は損害受け、金にもひびが入ってしまった。またこの時の爆発で西ドンズ教会の側にある塔も損害を受けた。1670年には塔に吊るすためにガンメタルから6つ、新しいベルが鋳造された。金の数は1738年には8つになり、1878年には12に増えた。 最後に鐘が追加されたのは1999年で、その時は7つのベルが加えられ、19もの鐘の音が響き渡ることになった。これは、この形で鳴らされるベルとしては、個数が世界記録である。19のベルがそれぞれ別の音階を生み出しているわけではないものの、独特な組み合わせの選択を備えており、12のベルによる響き3種、B。 シーそしてカエのキーによるや14個そして16個のベルの木も同様である。ベルは増やされた時点では16個のベルの響き、1位はバーミンガムの聖マーティン教会に次いで世界で2番目であった。ベルを鳴らす役割の人たちは名称監督者と当監督者によって引き入られている。大聖堂のスタッフは管理者によって引き入られており、スタッフには 外中業務の上役やショップ店長も含まれている。道森は大聖堂もしくは主席司祭の道森に引き入られており、2007年8月時点では3人他の道森がこれに含まれている。クライストチャーチは歴史的な古文書の範囲にあたるものを保有しているほか、いくつかの出版物のために長年にわたってそれらを整理しており、 また同様に1990年代からウェブサイトを維持管理ている。それらの仕事は公文書監督者とウェブ及びメール編集者に加え、クライストチャーチ出版社の秘書官が監督している。大聖堂はボランティアのクライストチャーチ大聖堂講演会のサポートがある。これは1929年に設立されたもので、大聖堂の当局と共に様々な仕事を凍っている。 クライストチャーチは、高級的な州の支援を受けていないが、すべての客を歓迎し、単に祈りをしたいという人たちのためにチャペルを持っている。また、観光料金があるがそれは隣接する、ダブリニアのチケットと一括購入することもできる。また記念品や大聖堂の音楽団体の演奏を、録音したものや出版物を売っている、ギフトショップがある。 1971年に行われた総会の議論において、クライストチャーチ大聖堂小教区連合が作られ、以前は4つの小教区であったものと大聖堂が連合した。そして、主席司祭は、聖アンドリュー教会、聖ウェルバー教会、全聖人及び聖ミッチャン教会ショートトン、ミチャン S、聖、ポール及び聖メアリ教会の各小教区の教区牧師となった。 それら小教区は、官職任命の特別な委員会によって選ばれた教区司祭によって日々監督される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。